はい、皆さんこんにちは、アボカドです。今回は PKM を使って遊んでいこうと思います。よろしくお願いします。またこのチャンネルではモサはこれ超重要設定という動画や概要欄にて LINE スタンプも販売しておりますので、興味があればそちらもご覧ください。ではお話に戻ります。ゾンビモードの中でトップクラスで火力が高い LMG ことこの PKM、 ダメージ量だけ見ていると、まあ言えるのが高いんですけど、カスタムしてもどうも弾薬が少なく、この武器を使うのであれば RPD のがいいイメージがあります。で、いくら芋ポジションにいてもゾンビやインフェルノのブルータスといった強ゾンビが一気に押し寄せてくる場合があるんで、後半になってきたら UL のような弾数の少ない武器は非常に致命的です。そこでこの PKM、 ダメージ量も高く、そしてこの弾数、エンドレスやハードコアを1人でやる機会ってまあたまにあるんですけど、この弾数の多さと、そして安定した高いダメージ量のおかげでかなり余裕を持って戦えます。ただ無限 RPD と違って途中でリロードを挟むことがあるんで、さらなる安定性を求めるのであれば無限 RPD のがいいのかもしれません。で、今回トラマスを使ってるんで、ダメージ量の増加オプションもついてることもあり、非常に高いダメージを維持できます。で、このクラスもめちゃめちゃ優秀で、もう皆さんもご存知の通り、階段下のポジションでこもりながらだったらめちゃめちゃポイント稼ぎながらいけます。で、早い段階で武器を最終段階まで強化できたり、様々なドリンクで強化も可能です。今回もハードコアをソロでしてるんですけど、非常に早い段階で BKM を最終強化まで持っていき、余ったポイントでドリンクを購入したり、トリップマインも購入したりもができました。正直ハードコアを一人でするんやったら、この構成やとトリップマインは必要ないのかもしれないんですけど、エンドレスやったらマジで早めにトリップマインを出して範囲攻撃に巻き込んで倒していきたいところです。ということで、お待たせいたしました。今回のカスタムはこちらです。バレルで射程距離を伸ばしつつ反動軽減をしてます。そしてアンダーバレルでさらに縦の反動を軽減しており、そのマイナスの部分をレーザーで操作してます。ゾンビモードやったらマジで頭にしっかりと狙っていって高いダメージを出していかないと、全滅に時間がかかり全滅する可能性が高くなりますんで、ちょっと頭に当てたく結構反動軽減に力を入れてます。そして弾薬は追加で100発持ってる角間ガを入れて、パークでフル装弾をつけて初期弾薬をさらに上げております。そしてもう一つの武器はレンスナで最高火力を誇る SVD を使ってます。トラマスの場合、基本的には階段下にこもって強ゾンビが湧いた瞬間を狙い、急いで買っていくのがいいのかもしれません。で、注意点なんですけど、アボカドルだけ別で、これが湧いたら速攻で伏せてから普通のゾンビを処理して、後半に余裕ができたら SVD でアボカドルだけ倒していきました。で、ここはショート動画にも出しているんですけど、マップ上のとある場所に行き罠を発動させると、通常ゾンビが室内に湧くのになぜか湧いてこないという裏技的なのもあります。エンドレスを1人でしている場合、結構お世話になりました。特にアボカドロが湧いた時ですかね、ゾンビを大量に引き連れてこの場所にこもってからアボカドロを処理してます。エンドレスの後半ともなると一発100近くのダメージを与えられるんで、できるだけ前半のうちにアーマーを最終強化までしたり、体力の最大値を上げるドリンクを飲んでいきたいところです。このように通常は室内で湧いて出てくるゾンビも出てこなくなります。で、これがめちゃめちゃありがたく、かなりのゾンビを殲滅しつつスキルのチャージ時間を稼いだりもできました。詳しいやり方はショート動画にも出しているんで、よかったらそちらもご覧ください。
この辺りくらいになればもう階段下にこもってトラマスを引いて戦うんですけど、注意点として腰打ちをした時にたまにトラマスに当たって破壊してしまったり、トリップ前に巻き込まれてトラマスを破壊されてしまう時もあるんで注意してください。基本的にはその2つさえ注意してたら、あとはこの陣形を維持でいいのかもしれません。で、結構リスナーさんから50ラウンド突破しましたって連絡があり、大体こんな感じで妹っているのが多いそうです。あとは運要素もかなり多いんですけど、共ゾンビと犬が同時にたくさん湧く5ラウンドごと、これがインフェルノがかなり多くて殲滅もそこまで難しくなかったんで、そこで時間を短縮できたりもしたそうですんで、エンドレスで50を超えようと思ったらやっぱり結構運要素も多いらしいです。ここもトラマスを引いてぐるぐる回って戦いつつ、できるだけ大きな頭を狙いました。前回紹介したエルカー9と違って、まあ、BKM は移動速度はかなり低いものの、早くにポイントを貯めて強化できたり、ダンスの多さで結構安定的に戦うことができました。それでは今回の動画は以上になります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、Twitter フォローお願いします。ご視聴ありがとうございました。